与熱氏は、日本の氏族。藤原道隆の後裔、信なの守る藤原近康、その子、新将、与熱大部と称した。戦国時代には、与熱勝信、徳春、正信が、松平氏に仕え活躍した。正信は、徳川家康に仕え、元気三年三方ヶ原の戦いで討ち死にした。江戸時代に入り、徳春の系統は、この代で断絶したが、 正信の系統が残った。初代多政は、慶長5年上杉継承攻撃などで功績を挙げ、武蔵国などで、治行5000国を与えられた。漢文6年、二代タモリが、大阪定番を命ぜられるとともに、1万国を、加造されて旗本から1万5000国の大名に列し、武蔵国区期藩1万2000国、出羽国長泥藩1万0国の領地を収めた。 11代正都市は明治4年廃藩地県後、西南戦争で活躍して、功績を挙げ、明治17年施策を授けられた。治療地の一つであった旧前沢村の別津寺にある、余熱や大名墓所は、東京都多摩地区唯一の大名墓所として、東京都指定史跡に指定されている。なお、余熱は、余熱、余熱傷、熱,熱などとも読まれるが公式な形図では、 ヨネキツの読みとなっている。ヨネツマサタネヨネツカツマサヨネツマサノブベー、津田セ米、津田セー、ヨネツマサタケヨネツマサノリヨネツ西洋ヨネツ、マサタカベーツ通世、ヨネツセイベーツ世正ヨネツマサーキヨネツマサトシヨネツヨネツ福。ありがとうございます。